はい、プロゴルファーの横田慎一です。今回は、バンカーショットの目玉ということで、目玉の打ち方のレッスンをさせていただきたいと思います。はい、まあバンカーの目玉っていうのはね、本当嫌だ、もうプロでも嫌なんで、まあ、アマチュアの方もね、結構辛い思いをされた方も多いと思います。まあ、そういう時の、まあ、対処法ですね、お教えしたいと思います。まあ、目玉ね、ここにクラブボールを叩きつけて目玉作りますね。まあ、こういう目玉だったり、まあ、もっとねひどいガーッという目玉もありますし、まあ、目玉と同じ感じでいくとね、このバンカー鳴らしてね、かかとの跡とかにね、こうボーンって入っちゃう、まあ、これも同じことです。まあ、これを意味合い的には同じことなんですけれど、どうすればいいか、答えはですね、この中にボールの下までフェースを潜り込ませなきゃいけないです。これが結構大変なんです。それではですね、この目玉の状態、目玉の状態で、ヘッドを潜らせるためには2通り、方法があります。まずは普通に構えて思いっきり打ち込んでいくという方法と、女性とかね、あの力のない人だったり、なかなかこう体のタイプによってね、こうコックを僕みたいに結構使える人もいれば、コックを使えないタイプのゴルファーもいるんですね。でそういう方はどうしてもコックが使えないと、この円が、描く円がこう緩やかになってしまうと、このボールに対してコンタクトができない。なるべく上から V の字で入れたい。そこでこういうスイングの方っていうのはなかなかそういうコンタクトができないんです。そういう場合どうすればいいかっていうと、まあすごい左に体重をかけていくっていう方法もありますけれども、クラブフェースを閉じる、それも思いっきり閉じるっていう方法があります。どのくらい閉じるかっていうとですね、あの目標に対してだいたいもう45度ぐらい閉じちゃうんです。目標方向、目標方向に対してだいたいフェースを45度ぐらいかぶせちゃうんです。こうすると勝手にあのボールの下にクラブが潜ってくれるんです、ね、これをフェースを開くとバンスっていうのがあって、なかなか入っていかない。かぶせるともうあっという間にこの下に入っていく。砂いっぱい取れますから、ボールも上がってくれるということです。それでは実際にやってみたいと思います。目玉にして、まあ、通常のアドレスですけれども、フェースを閉じます。それでまあこのバンカーというのは絶対スピンがかからないんです。もうこれ物理的にかからない。そうなってくるともう落とし場所はもうすぐそこのラフぐらいに落ちる感じで、ゴロゴロゴロっと転がっていく感じです。はい、じゃあちょっとやってみます。フェースを、まあ、目標より45度左に向けるんですけれど、フェースの方には飛びません。振った方向に飛びます。じゃあちょっと見てみてください。まあこんな感じです。フェースを閉じた場合の力感ですけれども、これはまあ力の弱い女性用の打ち方でもあるんで、ほとんど力はいりません。ただまあ普段よりちょっと強めにこう打つのは打つんですけど、そこまで強く打つ必要はないです。あのもう普通に、アプローチをしていくような打ち方、これがフェースをかぶした場合ですね。はい、まあかぶせて打つね、あの打ち方を紹介しましたけれども、まあ、僕はですね、あのフェースを開いて打ち込んでいくパターンを取ります。まあ、なぜかというと、まあ、その方がある程度キャリーが、まあ、多少出るんです。やっぱかぶせるとやっぱりどうしてもやっぱり球は少し強くなってしまいます。ですので少しでも球を上げたい、少しでも
ランを少なくしたいということで、僕はフェースを開いて打ち込むパターンでいきます。その場合はですね、フェースは目標に対して通常通り開きます。まあ普通のアプローチのアドレスがここだとします。で、普通のバンカーショットのアドレスがここだとします。そうしたらですね、普通のバンカーショットにすごい左に体重をかけます。で、左に体重をかけたままその位置で上から下にドンとボールを打ち込んで V の字で打ち込んでいく。これで一番ダメなのは右に体重が乗っかってしまったりしてしまうと、手前をボールを叩いて、ボールまで届かないという状況になっちゃう。そうすると、ボールはバンカーから出ません。ですので左に体重をかける、そしてコックを早めにして上から打ち込むという打ち方もします。まあ、こうすると多少ですね、やっぱりキャリーが出てくるの、かぶせてやるやつ。だから僕はこっちの方が距離感も合うし、打ち込むことができるんで。で、まあ、コツとしてはですね、ちょっと打ち込んだら引くんです。そうすると球が少しでも上がってくれるんです。ギュッと打ったらちょっと引きます。そうすると、多少なんですけどね、キャリーを出して止めることができる。まあ、やっぱりなかなかこうボールは上がりづらいのがバンカーショット、そしてスピンがかからないのがバンカーショットです。この目玉のバンカーショットっていうのはプロでも難しいんで、ここはまあ悩みどころなんですけども、そういう打ち方で脱出をしていければと思います。はい、今回は目玉の打ち方ということで、まあ、力のない女性用でしたり、まあ、プロの上級者向けでしたり、まあ紹介させていただきました。フェースかぶせて打つバージョンはね、丸山茂樹さんですとか、横岡なめ選手なんかも試合で使ってます。まあその打ち方は、好みで人それぞれですので、まあ、どちらがいいか、試してみてください。なかなか目玉を練習する機会はないかと思いますけれども、まあ、バンカーのある練習場もたまにありますので、試していただければと思います。最後までご清聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン押していただけますと幸いです。ご清聴ありがとうございました。バイバイ。